皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも、ご無沙汰しております。というのも、この部屋から、こうやってお送りするのが、ずいぶん久しぶりなんですね。1ヶ月ぶりかな？ Vlog は2つぐらい、アップしてたんですけども、ちょっと、機材とか、レビューとかは、ハウトゥーとかね、はちょっとお休みしてた感じですね。なので、お久しぶりでございます。で、今ですね、動画をちょっと編集してたんですよ。次の動画を編集してたんですけど、私いつも最初に緊急報告するじゃないですか。こういうことがありましたよ。こういうのがいいよ。とかっていう告知をするじゃないですか。あれがね、ちょっと今回長くて、それがタイトルになってるね、タイムラプスの本を出しますっていう、まあそういう告知なんですけども、ちょっとこれだけ別に撮ろうかなと思って今、やり直してます。本題に入る前に3つ告知させてください。まず1つ目、宇宙に寄り道11月分がのコラムが更新されております。星空写真家が選ぶ、11月に見たい星空参戦ということで、今月ねちょっとね熱い天文現象があるんですよ。どんな熱い天文現象なのかは記事をぜひご覧になってください。概要欄にリンクを貼っておきます。そちらをぜひご覧ください。で、二つ目だね。二つ目が、こちらになります。皆さんもう来年のカレンダー買いました。まだの方は、これをぜひ、天文宇宙検定っていうところで出してるですね。天体カレンダーがあるんですよ。これ、毎年出してるんですよね。で、去年、私の作品載せていただいて、今年も載せていただきました。まあ、これはこういうですね、月齢がこう載ってて、それから天文現象が載ってると。で、その月にあった写真が掲載されているというカレンダーでございますが、これのですね、4月の分に私の写真が掲載されてます。この桜の写真ですね。これすごい思い深い写真で、この後に緊急事態宣言だったんですよね。だから、ここから撮影行けなくなった最後の写真なんですよ。まあそういう写真が選ばれました。はい。で、月齢ってね、すごく大事で、私も仕事のスケジュール、撮影のスケジュール、全部月齢で動いてますから、これを把握するってことが、とっても撮影にとっては大事なんですね。私、こういうカレンダー出たらもうまとめ買いするんですよ。まあ5部、6部ぐらいで、お家のあちこちに貼ったりして、まあトイレが一番いいんですけど、こうなんか用を足しながら、あ、来週そろそろ新月だな、みたいな。まあそういう感じで、スケジュールを組み立てるんですね。これとっても大事なので、上達の近道になると思います。これですね、裏を見ると、こう掲載されてる写真が載ってるんですけどね。成形写真の第一人者である大西先生ですとか、あと私の友人でもあり、成形写真家でもある北山テリアスさん、北山くんの写真がね、2枚載ってて、2枚ですよ。あいつやるな！さすがだね。で、テレスコ工作工房さん、長野の天体望遠鏡の専門店で、ポラリエっていうポータブル赤道儀のカスタムパーツとか作ってる、お店ですね。そこの、テレスコ工作工房の斉藤さんのニュージーランドの写真も載ってます。有名な写真家の作品が見れるカレンダーになってます。私の写真もね、見れますんで。これもね、概要欄にリンク先貼っておきます。そこから買っていただけると嬉しいな。はい。ぜひこれも購入してみてください。はい、それでは、本題に入りますが、タイムラプスの本を、出すことになりました。わぁ！わぁ！いやぁ、ほんと毎年本出せるなんてすごいですよね。1冊目は星空撮影塾、2冊目去年が星空撮影地100号線って、まあこれは監修ですけどね。で、今回、タイムラプスの専門書を出すことになりますが、なりました。発売日が11月の24日を予定しています。先月までほんとこれびっちり作業してて忙しくて、やっと私の手を離れてですね、あとはもう発売するのをこう待つだけの状態になってるんですけども、この動画で、まだこのチャンネルでお話したことなかったと思うんですけど、私その会社辞めた理由っていうのが、やっぱこうタイムラプスにあってですね、自分が目標としているタイムラプスフォトグラファー、まあ、海外の方々ですけど、何人かいらっしゃるんですが、その人と自分との差を
何かなと考えた時に、まあ、撮影能力、撮影技術はもちろんなんですけども、ソフトウェアね、こういうプレミアだとか、それからまあ LR タイムラプスとか、アフターエフェクスとかね、こういう動画向きのそのソフトウェアの使い方っていうのが圧倒的に劣ってるなって思ったんですよ。で、それで動画の勉強をしたいなって考えて、まあそれが会社を辞めるきっかけになったんですけども、まあそうやってこう、4月に脱サラしてからですね、こうずっと自分をこうアップデートしていってるわけですよ。なのでこう常に情報が更新されていってるんですけど、本人はですね、多分7割ぐらいはですね、私の、やってる撮影っていうのを詰め込むことができたかなと思います。で、この本ですね、ライターの中村さんっていう方が、企画をしてくれたんですけど、この方はですね、私がフォトコンライフっていう雑誌でコラムを書いてたんですね。そのコラムが星空撮影塾っていうんですけど、まあ一冊目の元になったコラムなんですけど、そのコラムを担当していた方で、で、今はフリーランスになって、私と同じく、独立してされて、お仕事されてるんですけど、まあ成沢さん、私なんか本作りませんかって言ってくれたんですね。で、どんなのができますかっていう中で、今タイムラプスの本ってね、そんなに出てないんですよ。専門書って夜限定だったりとか、あと私のお世話になってる、岡浩一郎先生の、本も出てますけど、結構上級者向けなんでね、初級者中級者の方に向けての本っていうのはない状態だったっていう感じですかね。まあマーケットリサーチしてね、そういう、他に類書がないのでやってみますかということで、今回作っていただいたと。で、中村さんすごい頑張ってくれて、中村さんはまあタイムラプス初心者だったんですけど、私とこういうお仕事をするにあたってですね、ここ1年ぐらいかけて一緒に何回かタイムラプス撮影に行ったりとか、ご自身でも LR タイムラプス買ったりとか、スライダー買ったりして、いろいろ勉強されてたんですよ。で、私みたいにですね、こう、どん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 こう上に実力を身につけていくと、だんだんこう初心者目線にね、合わせられなくなるっていうね、こう、悩みがあるんですね。自分がこう伝えたいこと、大事なことが、初心者の方にとってはそんなに大事じゃなかったりっていう、そういうギャップが出てくるんですけど、それを中村さんが埋めてくれたなっていう感じはします。一応、新しい試みとしては、本、やっぱり動画なので、本の文字だけじゃ伝わんないっていうことで、本の作例の写真のところにですね、QR コードがついてて、その QR コードを読み取ると、その動画、作例の動画が見れる YouTube に限定公開の動画に飛ぶというような仕組みになってます。それがね、だいたい50作例ぐらい作ったんですよ。アップしたんですよ。なのでそれを見ながら、あ、これの方に書いてあるのはこういう動画なのね、こういう部分なのねっていうのが学べます。まあね、こう、タイムラプスって、まあさっきも言いましたけど、本当に奥深くて、説明するとね、大変なんですよ。で、それをですね、もう一冊にまとまって、タイムラプスの全体の概要がわかるっていうのは、本当に貴重じゃないかなと思います。私もタイムラプスを始めた時に、こういう本欲しかった。うん。自分が始めた時っていうのは、そういうノウハウっていうのは全然公開されてなくて、本当手探りの状態で、やりつつ、まあ、星のタイムラプスはまだ、露出が変わんなくて簡単だからいいんですけどね。その、昼から夜にかけてのホーリーグレールとか、それから昼間の撮影って太陽がこう、角度が変わったりとか、雲がこう、行き交うことで、ちらつき、フリッカーが出やすくなったりするんですけども、そういうのの対処の仕方がどうしたらいいのかっていうのは全然わかんなかったので、もう手探りしつつ、まあ、岡先生に聞いたりとか、あと、田中雅美先生にもいろいろ教えてもらったりとか、あと、ま、海外のサイトですね。英語のサイトを頑張って翻訳して、勉強したりとかっていう、そういう、割とね、大変だったんですよ、勉強が。まあ、それが一冊にまとまってるっていうのは、本当にね、いいですよ。すごく楽だと思います。で、この本は11月24日発売ですけど、一応もう買えることにはなってます。まあ、今、Amazon さんに商品が一応掲載されてるのかな？リンク貼っておきますんで、そこから予約していただけると嬉しいです。あと、まあ、これ言っていいのかどうかわかんないですけど、ビッグカメラさんに並ぶみたいですね。ネットで買うのちょっと嫌だなっていう人は、ビッグカメラさんに行けば、
発売日以降置いてあると思います。まあ、その本でそのタイムラプスの全体の概要を学びつつ、あとは私もその間にこうアップデートしてますから、まあこれからもいろいろ成長してアップデートしていきたいと思いますので、その本に書いてない補足的な説明だとか、あとはまあ今後学んでいくことっていうのは、このチャンネルで紹介しておきますけども、やっぱりその本に書いてあるこう全体感ですかね、分かった上でこのチャンネルを見てるのと、その本をまあ見てないでこのチャンネルを見るので、多分ね、理解力が、雲泥の差が出ると思うんですよ。なので、ご活用いただきたいなと、いうふうに思います。で、まあ、実際どういうものなのかっていうのをですね、作例の動画を撮りました。だいぶモリモリで、こんなことやんねえよってぐらいモリモリの動画を、1分ぐらいの動画作りましたんで、それをご覧いただきたいなと思います。どうぞ。はい、どうですか。まあ、こういうのやってみませんかという、本になっております。ぜひ興味持っていただけたら嬉しいです。じゃあ、今日はここまでにしましょうか。またですね、今後、ちょっと今月はね、仕事が一段落したので、まあ、またなんかちょっと忙しくなりそうな感じもするんですけど、YouTube の更新を頑張りたいなと思っておりますので、引き続き応援、それからチャンネル登録といいねで、ちょっとコンスタントに動画投稿できない可能性もありますので、通知をオンにしておいていただけると非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけね。バイバーイ。よし、混ぜるか、頑張るか。